こんにちは、コンタクトチャンネルのあやです。こんにちは、コウホエミです。このコンタクトチャンネルでは、マチコン会社の恋愛カウンセラーが恋愛に有益な情報をお届けするチャンネルです。この動画が少しでも参考になるって思ったら、チャンネル登録と高評価お願いします。さて、今日はバレンタイン企画の最終回です。寂しい。今日までいろんなバレンタイン情報をお届けしてたと思うんですけど、もう直前でお菓子作る時間ないよっていう人も多いと思います。特に社会人はそんな人も多いはずです。毎日バタバタですもんね。ということで、今日はそんな女の子たちを救う企画です。題して、まだ間に合うスイーツ商品紹介。ということで、やっていきましょう。今回はバレンタインがもうすぐそこなので、手に入りやすい商品をまとめてきました。それと一緒にスイーツの意味も紹介していきたいなと思ってます。渡す時の話のネタにでもしちゃってください。ということで、1つ目、チョコです。チョコにはあなたと同じ気持ちっていう意味があるんですよ。なので、意味的にはすでに告白とか相手から思いを伝えられてる人向けですね。確かに手に入りやすいところだと、ゴディバとか、あとはロイズのチョコとかがあります。そして次に2つ目、マカロンです。マカロンは高級感があることから、特別な人にしか贈らないと言われています。なるほど。マカロンで有名なところで言うと、ラデュレであったりとか、ピエール・エルメ・パリっていうところですかね。3つ目はバームクーヘンです。バームクーヘンには幸せが続きますようにっていう意味があって、結婚式の引き出物としてもよく使われますよね。確かに、バームクーヘンで有名なところで言うと、ジイチローさんであったりとか、年輪屋さんが有名です。4つ目はマドレーヌです。実は日本では昔から、二枚貝は夫婦円満や縁結びなどを連想させることからも、仲良くなりたいという意味があります。なるほど。王道だとパティスリー貞治青木パリやアンリシャルパンティフィナンシェが王道です。そういえばなんだけど、逆に意味的にこう渡すのは避けた方がいいみたいなものってあるの？実はあるんですよね。マシュマロとクッキーが意味的に良くないです。マシュマロは結構最近流行ってるし、クッキーだったらもう定番じゃないですか。なんでダメなの？マシュマロは口の中に入れるとすぐ溶けてしまうので、消えてほしいイコール嫌いということで、あなたが嫌いっていう意味になっちゃうんですね。で、クッキーはサクッとした食感なので、サクッとした関係、つまり友達でいようってことを連想させちゃうんですよね。そんな意味があるんだね。とはいえ諸説あると思います。なので、すでに用意しちゃった人もいると思うけど、大事なのは自分の気持ちです。ということで、今日はまだ間に合うスイーツ商品紹介でした。この動画がいいなって思ったら、チャンネル登録と高評価お願いします。またねー。